さて、きっと何かのご縁があってお会いできたんだと思います。田村まさかってね、覚えておいてくださいね。それでお家帰ったらですね、そうですよね、今こんな時代ですから、それこそコンサートがね、あちこちでできるわけでもないですからね。私はまあ、家が近いんで、ここのロビーコンサートだけはずっとやれてるんでね。だからここで会ったお客様にお名前を覚えていただく。そしたらね、今の子供たちの憧れの職業はYouTuberだったね。だからね、私もね、去年1年 YouTube に力を入れましてね、まあ、一応 YouTuber の、最低限の資格だけは得たんですね。まあ可愛らしいもんなんですよ。だからこれからちょっとずつお客様にね、応援していただいて、まあ時々でいいですからね、YouTube で田村まさか検索してください。それではね、ちょっと時間早いんですけど、生のピアノの音を聴いていただいてね、何らかの心の栄養にしていただこうなって思うんですよ。ある農家の方がね、ビニールハウスでね、モーツァルトをかけておったんですね。そしたらね、トマトが随分元気に育ったね。植物でさえそうなんだから、私らもね、きっと何らか のいい影響があるんじゃないかなねと思うんですよ。いや、もう実は私は本気で信じてますからそういうことになったらいいなと本当に思ってるんですよね。で、モーツァルト、ゲッヘル311ソナタの2楽章を聴いてください。Thank you.
はい、一曲一曲付き合っていただきました。もうコロナでタイムでお客様もね、免疫がしっかり働くようになるんじゃないかね。私は本気で信じてますね。まあ、ちょっと田村正のことを覚えていただくのに、まあ、弟音楽家なんですけどもね、15年ぐらい前でしたかね、ラジオ局の控え室でね、モノマネ芸人さんと一緒になったんでね、それで私がどうもね、声が似てるらしいっていうことでね、一緒にやりませんかっていうお誘いを受けて、私当時そんなことさらさら考えてなかったんでね。で、あのここの舞台がまあ毎日のようにやってるんで、っていうのは忍三郎のちょっと、しぐさをね、真似してみたら、それだけでお客様が随分喜んでくれてね、これはちょっと違うなと思って、それから本気になってやるようになりました。そうしたらですね、いろんな縁ができてくるわけですよね。いろんなパーティーに呼ばれるようになりました。東京、大阪、九州、ね、鹿児島とかね、あちこち呼ばれて、忙しくなってきました。テレビにも出るようになりました、ね、あこれから楽しくなるような。で、その時に、ご存知のコロナになっちゃったね。私は網走に暮らしてるんですよ、ね。まあ、だからね、東京に暮らしてればまた少しは違ったのかもしれないけど、網走に暮らしてれば、全くもうテレビなんかのお呼びもかかんなくなっちゃってね、ただ良かったのが矢沢永吉さんでさえコンサートができなかったんですよ、ずっとコロナで、ね。ところが私はね、ここのロビーコンサートだけはできたんですよね。お客様は少ないですよ、一人の時もあったね。だからね、まあそれでもいいんです。一人でも田村正子を覚えていただければね、後で YouTube 時々見てくれればいいんだもんね。まあ4年に1回ぐらい、ね、サッカーのワールドカップがやったら、あ田村が何か言ってたな、オリンピックが来たら田村が何か言ってたな、そうやってだんだん回数が増えていきますよね。まあ、そういうわけでね、私は音楽家なんですけども、こういったしゃべりなんかをね、忍三郎がやってるような格好で、演出していきますんで、楽しんでください。8時45分ぐらいまで、今からだったらちょっと1時間ぐらいありますからね、覚えておいてください。それでね、YouTube で、見ていただくのが本当に一番いいんですけど、チャンネル登録ってあるんですよ。ね、チャンネル登録ぜひしてください。お金はかかりませんからね。そしたら私の、まあね、YouTube がどんどん広がっていくようになります。そういうわけで、お楽しみください。今やってるのはピアノ、ね、ピアノとね、あとでこのオカリナという楽器やっていきます。これがいいんですよ。これはちょっとお楽しみに しといてくださいね。随分簡単な楽器なんですけどね。さて、ここにピアノが2つあるでしょ。ピアノが2つあるホテルなんてのは珍しいですよね。ここのオーナーはね、音楽にとても造詣が深い、ね。ただね、あちこちにピアノを置いてるホテルはあちこちあります。だけどね、ロビーに置いてあるピアノってのはね、ほったらかしなんですよね。実はね、毎日調律したいわけですよ、ね。ギターだったらね、弦が6本しかないからね、チャチャチャっと合わせられるね。だけどね、このピアノって250本ぐらい弦が張ってるからね、それを毎日毎日、例えば調律師を呼んだら何万円もかかっちゃうんですよね。ましてや2台、ね、そんな経費なんか出てくるわけないんだね。というわけで私はね、自分でやってるんですよね。ここの空間もね、天井は高いし、このカーペットが適度に音を吸ってくれますね。各地方都市にあるコンサートホールっていうのがありますけどもね、大体ね、風呂場の中でやってるような感じなんです。響いてね、音が濁っちゃうんでね、これぐらいがいいわけなんですよね。さて、ピアノ、ね、有名な曲やってみましょうかね。あ、静かな曲やっておきます。トロイメライってシューマンの歌が、曲がありますけども、これ子供の情景っていう組曲なんですけどね、そこから2曲、抜き出してやりたいと思います。異国より、そして、トロイメライ、生の音を聴いてください。Thank you.
優しい拍手、拍手を本当にありがとうございますね。ね、興味を持って聞いていただけるとね、きっと心の栄養になると思います。そしたらね、これやってみましょうかね。パッヘルベルのカノン、なんですけど、このオカリナ、これは15年ほど前の話なんですけども、森のコンサートっていうね、森の中でやるコンサートに誘われた時にね、この楽器がいいんじゃないかなと思って、まあ、軽い気持ちで始めたんですよ。ところがですね、簡単な楽器ですし安い楽器なんですけどね、例えばふるさととかあるでしょ、ふるさとなんか吹いた時にね、涙流して聴いてくれるお客様がいたりね、私もびっくりしたわけですよ。なんだこれはと思ってね。だからピアノに負けないっていうか、もう勝るとも劣らないなんか魅力があるのかなと思って、ですからただいまからこのオカリナの生の音を聴いて楽しんでください。それでね、一つ大きな自慢があるわけです。せっかくこのピアノが2つあります。オカリナはもちろん生でやるんですけども、伴奏も私、生でやりますね。どうやってやるの、手品みたいな話してますけどもね、手品じゃないんですよね。私です。いいでしょ、ね。簡単なパネルを作ってね、これね、もう勘のいい方は分かると思うんですけど、この鍵盤が動いて生の音が出てくる、ね、自動演奏機能って見たことある、ね。よくいろんなところでね、勝手にピアノが、鍵盤が動いて生の音が流れてる、ね。この自動演奏機能がついたピアノでね、あらかじめ伴奏を、私が弾いて記録してるわけなんですよ。さあ、
では、ピアノ伴奏に乗せて、オカリナの音色を、聞いてください。アメイジンググレース、いきましょうか。感動してるんですけども、ピアノってね、この中でもやってらっしゃる方がいらっしゃると思うんだけど、楽器は高いし、家の中を置いたって邪魔でしょうがない、ね、練習するのもとても時間を費やさなきゃいけない。私思うんですけど、ピアノなんかちゃんとね、やろうと思ったら100年ぐらい練習しなきゃいけないんだよね。できたら150年ぐらい練習しなきゃいけない楽器なんじゃないかなと思います。一方、オカリナはね、吹いたら音が出る簡単な楽器です。値段も安いしね。だからこっちの方が形になりやすいなと思ってるわけですよね。何いきましょうかね。竹内まりやさんの、名曲「命の歌」。Thank you.
ね、名曲です、ね、何を聞きましょうかね。いい歌がいっぱいあるんですけどもね、中島みゆきさん、糸。せっかくのお休みで来ていらっしゃると思うんだけど、私がいつも休みみたいなもんでね、夜ちょっと仕事をして、まあ、昼も教室があったりするんですけど、季節感が全く感じられない。それ大人になって本当に思うんですけども、昨日から2023年ですよね。令和5年ですよね。2022年っていうことにね、やっと慣れたかな、いやまだ慣れてないな、何年だったっけっていううちに昨日から事情が変わっちゃったんだよね。2023年になってしまいました。そんなこと思いませんか、ね、子供の頃はね1年が随分長かった。大人になったら1年が早い早い、ね、
2週間ぐらいで1年終わっちゃったような気がします。もう何にも感動せずにぼーっと生きてるんじゃないかな、危機感を感じておりますけどもね、ぼーっと生きないように、頑張っていこうと思っておるんですけどもね、今日からは昨日からは2023年、令和5年でした。さて次の曲はね、また話が全然変わりますけども、ここ網走でしょ。網走から、海岸線を2時間ほど北に行ったら紋別がありますもんね。で紋別まで行ったら今度は内陸に5、1時間走ったら鴻舞鉱山の跡地があるわけですよね。あの昔金が採れた鉱山、ずいぶんにぎわったらしいですよ。でそこにね、子供の頃暮らした有名な作曲家がいらっしゃったわけです。あの宮川博さんってね、宇宙戦艦ヤマトの主題歌を作った人、それから、大人しかわからないけども、恋のバカンス、ね、恋の風があたりを、ね、もう日本人離れしたリズム感を持った、宮川博さんが鴻舞に子供頃いたらしいですよ。さあ、その鴻舞の歌っていうのがあります。子供の頃見たその、ね、あの北海道の内陸の冬って言ったら雪と氷しかないから真っ白なんですよね。その中でもね、鉱物を運ぶ線路が銀色の道になって子供なりの目に焼き付いたわけですよね。名曲です。宮川博さんの曲で、銀色の道やってみたいと思います。作曲家でね、古関裕而さんでいらっしゃるね、まあ、古い作曲家ですけども、すごい人なんですよね。私実はちょっとまあ年代も違ったんでお名前知らなかったんですよ。へえ、そんな人いるんだってことでね。ところが作品を聞いてみたらみんな聞いたことがあるんでね、曲は作品は歌い継がれていたっていうことですよね。そしてこういうコンサートの場でお客様に元気を分けてあげられる、最も元気を分けてあげられる曲ではないかなと思います。高原列車は行く、聞いてみたい、やってみたいと思います。あら、失礼しました。セットを間違えました。恋の風がですね、これね、失礼、後でやりましょうかね。高原列車は行く、改めまして、
さてここら辺でねちょっとジブリやっとこうかなと思うんですけども、ジブリ、ジブリって私はね最初隣のトトロだとかね子供さん向けにいるかなと思ってやってたんですけど、携わるにつれてねジブリってのは随分真剣に仕事してるな、当たり前のことなんですけども、男性なのにソプラノの声が出るメラさんを発掘したのもジブリですね。愛は花、君はその種子っていうね、随分メロディーラインの動きのない穏やかな歌があるんです。その歌をオファー出したのが都はるみさん。都はるみさんって言いましたらね、大人の方は分かると思うんですけども、拳をひねり回して歌って有名になった歌手なんです。やっぱりプロですね。都はるみさんの新しいその魅力、本来の歌唱力を引き出したと思うんですよね。あ、こんな綺麗な歌い方ができる人だったんだ。いや、まあ、そういうわけでね、ジブリやっぱりすごいな。そして今日やろうと思うのはね、松任谷由実さんね、松任谷由実さんは本来私たちのような年代の人間しか知らないはずなんですけども、ジブリが採用したことによって子供たちも知ることになった、ね、そしてその子供たちのお父さんお母さんも知ることになった、ね、そういうことで、昨年末にすごいニュースがありましたよね、文化功労賞を受賞したって、ね、受勲したって、ね、素晴らしいことだと思いますね。まあそれで、飛行機雲をやってみたいと思います。これ飛行機雲ってすごいんですよ。松任谷由実じゃないですよね。今から言うともう50年ぐらい前の話、松任谷由実がデビューした頃、荒井由実です。荒井由実のデビュー曲なんですね。松任谷由実じゃないんですよね。はい、飛行機雲をやってみたいと思います。Oh!
もよくこの曲私大好きでやるんですけども、本当にジブリってすごいですよね。これが採用になったのがもう10年ぐらい前ですかね。もう40年経ってる曲を選んだんですね。ヒット曲なんかいっぱいあるだろうね。そんなのもう、跳ねのけて40年前の荒井由実の曲を採用したっていうところがすごいですよね。意味があるんですよね。さて、実は荒井由実の曲、もう一曲また古い曲を、採用してます、これノリがいいですから聴いてください、ルージュの伝言。乗せてやってみたいと思います。Thank you.
ですけど、私田村まさかって言います。知らなかったでしょ、覚えて帰ってください。そしてね、YouTube で田村まさか検索してみてください。田村まさかずさんとセットで出てきますから、で田村まさかず、あ、田村まさかの方に入っていただくと私の YouTube が広がってるんですよってことですね。ですからお家帰ったらですね、明日でもいいです、お友達ね、あなた田村まさか知ってますか、聞いてみてください。知らんって言いますからね、まだ知らないんです。で知らんってお友達が言った時に、え、あなた田村まさか知らないのってね、冷たくね、あしらってやるね。そしたらお友達は心配になりますよね。これ人の気持ちですよ、本当に。何なんだろう、知らないの自分だけなのかな。そしたら友達はインターネットで検索してくれるんですよ、田村まさかね。そしたら私の YouTube が広がっていくっていう寸法になっておりますので、そういうことで、このシナリオでお願いいたします。さて今日もね、きっと何かのご縁があってお会いできたんだと思います。まあ、ね、網走に行ったら、なんかこんな景色があった、そういうことでいいじゃないですか、ね、時々 YouTube を思い出してください。もうちょっと言っておきます。私音楽家なんですよ、本来ね。アルバムがね、これいっぱいあるでしょ、アルバム10枚出てるんですよ。アルバム10枚ってのはね、音楽家としてもそこそこ大したもんなんです自分で言うしかないっていうのがね、ちょっと悲しいいや、ありがとうございます。もうそれでどれだけ報われるかありがとうね。まあ、YouTube 見てくれたらね、いろんなのもアップしてるからね、そうやってまず広がって、まず覚えていただくことから。そうなんですよね。まあ、そういうわけで、45分まで残った時間をオリジナル曲をちょっと付き合っていただきたいと思うんです。まずね、これいきます。優しい感じの曲です。 G スプリング。さて、15年ほど前にね、たまたまこのカリダに出会って、それで私はね、このコロナの間もね、そんなにこもることはなくやれた。なんでかって言いましたらね、何の宣伝もしてないのにね、この楽器のせいなんでしょうね、オカリナを教えてほしいんですっていうね、まあ、受講生みたいな生徒さんが集まってきてね、今その私も大事に思うから檀家さんって呼んでですね、その檀家さんがもう50人ぐらいいるわけね。で、昼間はね、檀家回りしてるんですよ、ね、檀家さん回ったらそうですよね、お布施をいただいてくるってね、ありがたいですよね。だからね、まあ、本当思うんですよ、私ピアノが好きでピアノで最初やったんだけど、まあ、ピアノはね、難しい楽器です。この楽器は簡単だから、お客様もね、例えばハーモニカなんかやれる人だったらもう簡単にできちゃいます。だって吹いたら音が出るね。さあ、こういうことやっておきましょうか。お家帰ったらね、オカリナ楽器屋さんで買う時の注意が一つありましてね、これ陶器でね、今焼き物なんですけど、
結構オンチな状態で出回ってるんですよね。だからオカリナを始めようとしたら、楽器屋さんにね、オンチじゃないやつを選んでちょうだいねって言って、それから買うようにしましょうね。そうしないと、伴奏と合わなかったりね、そんな悲しいことがあります。私はね、ピアノも調律しますからね、自分でルーターっていう工作機械なんかを使って、調律して使ってます。まあそういうこともあってね、この調律したオカリナを1個8000円でお分けしてますから、まあこれ買ってくださいっていうことじゃなくて、まあ安心でこういうのもありますよっていう話ですからね、お店でお客様は、楽器屋さんで買うときはね、7000円ぐらいで売ってるはずです。高いので3万円ぐらいですかね。まあ、ちょっと今物が上がってきてるから少し高いかもしれませんけどね、まあ、それやってください。さあ、お土産話に1分で分かるオカリナ講座やってきます。すごい簡単なんですよこれ、ね、いきますよ。親指は裏に穴があります、ね、両方、ね、残った4本の指は表です、ね、右手が下。この持ち方は見たことありますよね、縦笛、リコーダー、サクソフォン、みんなこの持ち方ですよね、まあ、それで斜めになってるだけなんですけどね、この持ち方ができたらもう OK なんです。なんでかって言いましたらね、表の指を順番に離すとこんな仕掛けになってます。ね、音域をもっと広いし、もちろんシャープもフラットも出ますからね、ね、あらゆる楽器の中で一番形になりやすい、ね、これで値段は安いでしょ、それで簡単でしょ、それなのに魅力的でしょ。こんな話ありましたよね。うまい、早い、安いね、吉野家さんですいや本当に思ったんですよ私ね。だって本当に私自身がね、このオカリナをやってたから、このコロナの間にもね、イベントなんか何もないんだよ。だけどここのコンサートはできるし、教室はあるから檀家さんからお布施はもらえるしね、お金に困ることなくやれたってね、だからよかった、ね、お客さんもやってみたらいいかもしれません、ね、さて話ばっかりしてても時間がすぐ経っちゃうんで、次はねベーシックシーンっていうね、私の曲はね本当シンプルなものばっかりです。ベーシックシーンの5番おぼろ聴いてください。Thank you.
はい、ありがとうございました。いよいよ、時間もだんだんなくなってくるんですけども、今日のこの様子もね、ちょっと一日遅れで明日 YouTube にアップされますからね、また、まあ、古いやつもいっぱいあるんですけども、いろんな曲が変わったりしてます。時々思い出して見ていただけると嬉しいです。それからお客様がオカリナを始めたいね、と思った方に向けてね、これを買ってくれた人によく言われてたんですよね。 YouTube でやってくれりゃいいのにってね。で YouTube でオカリナが勉強できるようにね、練習できるようにオカリナ講座も、基本的な指の使い方、タンギング、それから息の使い方なんかもねアップしておりますからね、それだったらお客様の好きな時に、練習できますから、大いに利用してください。田村まさかオカリナ講座で出てきます。さて今日は来てくれてありがとうね。きっとねお客様の心の栄養になったかと思います。最後の曲になりますけども、夏の終わりのセレナーで聴いてください。大人になるとねちっちゃい文字が見えない。知ってますか。知ってますよね。早々から、お付き合いいただいてありがとうございます。きっとこれ何かのご縁です。時々ね田村まさかの YouTube 見てくださいね。それのそういうお付き合いしていただきたいと思います。4年2回ぐらいでね、お願いいたします。今日は来てくれて本当にありがとう。またお会いしましょう。田村でした。